下町ベッドルチャンネル始まるよ。なんか魚っ気があるな。チビ？でもドラグ出てなかった？当たってる当たってる。よっしゃ、来ました。そこまでちっちゃくねえぞ。ほら、すげえでかくもないけど、はちゃめちゃちっちゃくはない。際にいました、手前の手前の際にいました。やった、さあ皆さんこんにちは、バスフィッシングセブンだ。今日は小貝川のワンド、ここは住む下妻市で、下妻市でいいのか。まあその辺だよな、その辺の小貝川にやってきた。ここは絶対釣れると聞いてやってきたんだが、早速つとむに当たりがあり巻かれる。そして私に一本、間違いない情報でした。ここよ、つとむ40アップも出るらしいぞ。全然何言ってるか分かんねえ。つとむやっぱり結構手前で食ったか、キワ。キワにいるのか。じゃあ対岸のキワにもいるだろ。トムが怒ってる草の裏でトムがなんか怒ってる何怒ってんだ。すごいな、ここ、こんな激しいワンドは久々に見たな。正面に見えるのがね、小貝川の主流、そしてここがワンドになってます。このような感じで、あそこが行き止まり。このお、ストームに当たりがあったようです。おお、何やってんのお前薬味もクソもねえぞ。あ、食った、落ちパク。これよいしょ、出ました今2本目です。ゆっこっちゃー、よいしょ、やったー、2本目、2本目ゲットだぜ。
ユーマ詰めタイムか。ほら奥釣れてるんじゃない？ちょっと大きいぞ音が。つとむ今日五話だろ。そんなことあんの？ここの倍ぐらい。ああ。あ、そうなんですね。俺はこういうとこ大好きです。おお、さすが。さすが。さあ、今ミスターストームがようやく釣ったようです。どれどれ。どこにいるんだよ。何やってんだお前。さっき、え、来た？どれ。てめえこれじゃねえか。お、来た。ついに来たぞ。おー、やったついにやったぞ。7度目でしょ。さあ、ミスターつとむこと増田つとむ、越谷が生んだ大妖怪やりましたね、つとむ。はい、さっき怒ってた女、お前イラついてた女一人で、なんか草の裏で怒ってたんですよ。おー、やったさあ、奥でドゥッポン様やった。でかいのいましたか。おし、止めつったい。竿で届かないよ、竿で。入水だお前。当たってる、当たってる、これ。すっげえちっちゃい当たりだわ。あっちに10匹はいるよ。これギルじゃないの、これ。俺のこれ、当たってんの、これ。あ、バスだ。わあ、抜けた。ふざけー。ユーマ詰めラッシュ入ってるぞ。マズメラッシュが。さあ、今ツトムが何本目だお前は。2本目。よし、ゴー。ちなみに俺1本バラした。トンボ探して、おーおお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 。ここアベレージ大きいな。バラせ、バレろ。うわどれどれ。ちょっと3本目か。でも自分の時はお前厳しいじゃねえかよ。俺の時はお前適当なくせによ。何本目だ。4つ目です。なんで4つっても。4枚。ちょっと人のとこ一回ちょっとやらせてみろ。どっからどういう風に投げてる。際でも真ん中でも当たる。要はさ、もうこれさ、池だよね。
あ、食った、やった、当たったやつ、トム、よっしゃ、やっとだよ。でもこのサイズだ。よし、やりました、3本目。僕が4本で私が3本目で、シンさんがザッシンさんいないのにな、いつもそのうち怒られるぞシンさん一番釣ってるからね単独で釣り行って、でもザッ、あ、やべ、ツトム、本当にツトムエリアで当たったよ、際だったけどね。伸びないな、サイズが。もうちょっと相性いいんじゃないのか、ここ6バラシからの6連チャンかい。あ、でかいバス見える、リュウ、ほら、そこにでかいバスいる、40は絶対ある。俺のラインのちょい右、右です。あ、ほら、ほら、いますよね、いるいるいるいますよね影見えますよね、バスの影、この辺ちょうど俺のラインとこでかいっすよね、スモールかけておおおおお、ギルどうやってんのわ、ここレアだぞギル、そんだけせこい釣りしてるってことやギルだってかかんねえ、何を、え、食ってみろ、寄生虫って食うとどうなんだ、食ってみろみてえの面しやがって、お前は何が毒だよおおルッポンさんが奥で釣りまくっております。おお、またかよ、つとむ、お前何度も歩いて帰れ。どれだ自分が釣った時だけお前は GoPro が入ってないとかよ。あ、綺麗なラージよ、うん、ナイス。さあ今日はここだ。おお、やったー、ね、姉さんが奥で釣ってる。でかいのいますよ。あ、本当ですか。本当にこの前の、はい、かける前にバスが追ってきて、はい、あーと思ったらちっちゃく食っちゃったんで。あ、でかい、うん、くれないわ。向こうで俺40以上の見ましたよ。あ、マジですか。はい、際のところウロウロしてます。そう、やりました、やった、やりましたね。おー、いいな、いいな。ここは引く、引きますよね、バス、うん、俺はいい、うん、最高。ストム、俺だ、バスフィッシング7だ。今日はこの神のワンドだがどうだ。地方があったですね、かなり。ここの場所は公表はできないなんでかわかるか。おお、釣れてるよ、うん、ここだけは公表できない。なんでかわかるか。わかんないです。釣れるかも絶対誰にも教えねえ。おっと、ミスターストームに当たりがあったようです。何が追い食いだよお前、最初から当たってるんじゃねえよお前。お、
おお、奥で奥でルッポンさんが。すげえ。ゴッドワンド。ミスターストーンに。おお、でかいぞ。自らランディングの用意だ、トム。さあ、ストームにヒットだ。ストーム入水の用意だ。よし、抜け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 、バレロ、でかい。これでかい。おお。おお、40ないな。一応測ってみますか。さあ、ミスターツトムがやったぞ。まぐれの一撃。32ぐらいしかねえじゃねえかお前。さあ、ツトムが言うには40近いバスですが、34負けちゃうお前。おいしい。お前、あらよ、メジャー借りたんだから、ストーム。おお、これ。おお。ストームの方がでかく見えるよ。40ぐらいに見えるよ、ストーム。ほら。10センチぐらい。きついですよ。すごいね。すごいな、ね。ここはすごいけど、場所だけは絶対に教えねえ。皆さんこんにちは、バスフィッシングセブンだ。今日はね、前回に引き続きここ小貝川の神のワンドと言われたこのポイントにやってきました。なんでかっていうとね、前回は夕方からで1時間ほどしか釣りができなかったので、今日はこのミスターツトムことマスダツトムダーマス。おいツトム、はい、今日はよ、前回よ1時間ぐらいしかできなかったの。だから動画撮ってたんだけどよ、10分ぐらいの動画しかできてねえ、はい、ということで、ここが本物かどうかな、今日は試しながら前回の続きを撮っていくから。お願いします。分かったのかつとも、はい、よし行こう。ちなみにこっち行けばあれか、あっちに出るのか、まあこっちからも行けるかも。このようにですね、しっかりとした、おっと人がいるわ。手前に人がいるから奥行くか。今日はここで、前回あそこでやったろ、今日はここ、この一番ドンつきをここで試していくからよ。で、ここでの目標30、前回がツトムが33か34ぐらいだろ、40、もし40出なかった時には、はい、さまざまなトラップがツトムを襲うと。分かりました。過酷な罰ゲームを待っているからな。はい、よし行くぞ。はい、これもしマジでさ40とか4号とか来たらさ、はい、どうやってあげんだよ。なっちゃうね。前回はよ、ツトムあの短時間であんだけ釣れたからな。まあ人数も俺ら多かったけど、ただ当たり出してきた。いや食った。これワン持ってきやがった。はい、出たよ。こいつらか、うん、まあとりあえず1本出た。3本ほら食った。
ちょっと待ってよ。はい、ということで夏とめ、はい、1時間ぐらいやったけど、はい、サイズが出ねえよ。出ない。同じようなやつばっかだ。確かに。でも数は出る。出る。釣ろうと思えばよ、うん、いくらでも釣れるけど、うん、でかいのが出ん、うん、ということで移動だ。ここはどうだったの？ここいや、いいよ、すげえいいポイントだよな。ただな、ちょっとサイズ出すのは難しいポイントだな、うん、よし、桜川市に行くぞ。皆さんこんにちは、バスフィッシングセブンだ。今日はこのね、茨城県桜川市にあるこのポツンとの池第8章、第8章のポツンとの池はこの池である。ご覧の通りね、もう見た感じ釣れるでしょ。もうパッと見、あ、これバスの聖地だ、ここにはバスがいると。ということで今日はこの池でブラックバスが釣れるのかどうか調査だ。よし、そのね、はい、今日はこの池の調査だが、はい、つとむはどう思う？自分は多分釣れると思う。なんでそう思う？うん、この間もう一回かけてるから、うん、手応えあったんだ。うん、手応えあったから。よし、行くか。じゃあ、はい、あ、出港だ。はい、つとむ見ろ、周り見ろ、このようにな、はい、木の残骸というのか、これは、はい、それが杭みたいになっててよ、言ったらランイみたいな感じでよ、はい、魚たちからしてみたらよ、ストラクチャーみたいになってるわけよ。で、このご覧の景色よ、どうだ？いいと思いますね。これ紅葉したらすげえことになるんじゃないのか。そしてこの秋空、秋晴れよ。真ん中にはよ、何が見えんだ？池の島の周りはどういうことだ？木がたくさん。全然違う。池の島の周りといったら釣れるだろうが、はい、よーし、行くぜ、はい、あそこあんだろ、あそこ真正面、ここの中にぶっ込んだんだよ、ここ、ここで食った、化けたもん。間違いなく食ったよ。いや、いいよ、向こう行ったもん。どっちしろ向こう行ったって言ってっから。ほら、食ってる、ほら。いや、いけるいける、よっしゃな。やっぱり食ってたべ、さっきのもそうだよ。そこバス超いるよ、あん中。ほら、やった。30センチぐらい、何？20後半？あん中、あん中、あそこ、あそこ、今俺の指先、はい、2頭連続、1本目はね、でかかったよ。よし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 、出たー、よっしゃー。